侮らないでね。シルキーキルットチャンネル。こんにちは、シルキーの相島です。さあ本日のテーマはこちらですね。3つの特徴を兼ね備えたノコギリ、グリーンチェーンソーということでやっていきたいと思います。来ました、グリーンチェーンソーね。ご存知ですよね。ご存知ない。はい、ね、何なんですかグリーンチェーンソーって。緑色のチェーンソーですか。違います。はい、検索したらね、確かに緑色のチェーンソー出てくるんですけど、今日はそれと違うんですね。このシルキーのね、グリーンチェーンソーの魅力について今からご説明していきたいなと思います。まあ、そもそもグリーンチェーンソーってなんやねんって思われてる方がね、ほとんどだと思います。チェーンソーなのかノコギリなのか何なのかというところなんですけども、これグリーンチェーンソーはですね、チェーンソーではありません。ノコギリです。まあ、そもそもシルキーはですね、電動工具一切製造しておりません。ノコギリ一筋で100年やらせていただいております。グリーンチェーンソーはですね、まあ、簡単に言うとシルキーノコの中でも比較的刃が荒くて刃渡りが長い製品のことをね言います。ラインナップとしてはこういう製品のラインナップになっております。じゃあなぜこれらの製品がグリーンチェーンソーと呼ばれているのかというのをですね、今からご説明していきたいなと思います。冒頭でですね、グリーンチェーンソーには3つの特徴があるとご説明させていただきました。これはですね、グリーンチェーンソーの名前に由来してますんで、今から一つずつご説明していきます。まず一つ目の特徴としては環境面ですよね。環境面、エンジンチェーンソーの場合ですね、まあ、どうしてもこう排気ガスとかチェーンオイルによるですね、環境問題というのがありますよね。昨今ではですね、燃費のいいね、チェーンソーとか電気チェーンソーとかね、植物由来のチェーンオイルみたいな、まあ、そういう環境面にね配慮した製品っていうのも出てきてはいるんですけれども、シルキーのグリーンチェーンソーはですね、まあ、そもそもガソリンもオイルも使いませんので、その排気ガスを出すことがね一切ありません。最高にエコですね。環境といえば騒音問題もありますよね。まあ、チェーンソーはね音も相当大きいですから、まあ、森林とか山奥での使用なら、まあ、問題ないと思うんですけれども、住宅街に近いね公園管理とか街路樹のでの使用とかではですね、まあ、そういった騒音についても気にしなければなりません。その点グリーンチェーンソーはね、ザクザクザクとね木を切る音だけというベリーサイレントです。こういった環境面に優れているというのが一つの特徴ですね。二つ目の特徴は安全性ですね。チェーンソーはですね、まあ、一つ間違えれば命に関わる重大な事故になりかねません。もちろんノコギリだったら絶対怪我しないというわけではありません。やっぱり刃物ですから、使い方次第では怪我をするというリスクもあります。ただ命を落とすような事故を起こす可能性は限りなく低いと思われます。セーフティ。最後の特徴はこれですね、切断力です。まあ、なんといってもですね、このグリーンチェーンソーに該当する製品の切断力はすごいです。チェーンソーに匹敵する切れ味といえばですね、少し大げさに聞こえるかもしれませんが、直径15センチの丸太をですね、チェーンソーより早く切る方も存在します。よーい、スタート。頑張れ、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 よーし。ノンフィクションですよ。もちろんね、人力ですから、まあ、連続でね何本も切るっていう場合はですね、限界があるとは思いますけれども、まあ、それだけすごい切断力ということがお分かりいただけるかなと思います。はい、今回の動画は3つの特徴を兼ね備えたノコギリ、その名もグリーンチェーンソーというね内容でお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。環境面、安全性、切断力を兼ね備えたグリーンチェーンソー、まあ、なかなかね聞き慣れない言葉だったと思います。林業や、まあ、造園業のプロの方であればチェーンソーをね使うことは非常に多いと思うんですけれども、このぐらいなら、まあ、チェーンソーを使う必要ないな、何かいいノコギリないかなって思われた場合はですね、今回のシルキーのグリーンチェーンソー思い出していただけたら非常にありがたいです。それでは今日の動画が少しでもためになったと思われた方はグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。エコで安全よく切れるグリーンチェーンソーでした。バイバイ。